先ほど、被災状況を視察をいたしました。道路や河川、そして橋等のインフラ、また農地あるいは農業施設等がですね、大変な被害に遭っている。広範な地域において凄まじい被害を受けている。台風の爪痕を目の当たりにいたしました。そしてまた農業者の皆様からなりわいの再建に直面をしているという切実な話を伺いました。被災された方々が一日も早く元の日常に戻ることができるように、インフラの復旧復興、そしてまたなりわいの再建に向けてですね、我々も全力を尽くしていく考えであります。その考え方の元に立ちまして、激甚災害の指定を明後日16日の閣議で行う考えであります。すべての被災地の皆様、被災された方々の気持ちに寄り添いながら復旧復興に全力を挙げていく考えであります。できることはすべてやると、その考え方は元に全力を挙げて、一日も早く安心して暮らせる、その生活を取り戻せるように力を入れてまいる決意でございます。